こんばんは、ラジオジです。えー、さっき起きたんだけど、もう夜になっちゃった。<laughs> 何やってんだ、俺。ね。えー、どん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 最近ね、1日2本動画出したくてね、えー、どん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 遅くなっていくのでね、これはちょっと良くないということでね、今日あたりから、えー、ちょっとね、えー、生活をね、前倒しにしていきたいと思います。えー、ということで今日はね、えー、まあいつものレギュラー番組、相場天気予報1本だけ。 一本しか出さない。それでね、ちょっと、えー、早く寝るようにしたいと思います、えー。皆さんにお願いがあります。まあね、夜、あの、相場がね、動くときもあるのでね、あの、一概に早く寝ることがいいわけではないんですよ、僕の仕事上ね。だからまあ、あの、夜、アメリカがね、遅いっていうかね、遅い時間に動くんで、今日はまあ、アメリカやってないですけど。だからね、一概に僕は早寝、早起きすればいいわけじゃないんです。 はい。なのに、など、なのですが、<laughs> ちょっと最近遅すぎる。夢は5時に出ましたからね。ラジオバさんに最近、えー、この薬を飲みなさいって渡された薬があります。睡眠導入剤みたいなやつ。<laughs> で、それ、これ飲んで早く寝ろって言われたの。で、今日もね、ちょっと朝っていうか昼ぐらいに、 っていうか、昼ちょっと過ぎて起きて、軽く叱られた。ラジオさん、僕を叱ることはほとんどないんですけど、今日は軽く叱られた。はい。なのでね、ちょっと、ちょっとぎーっとこう、ちょっと、うと前倒しにしていく。ということで、そんなことを考えております。えー、今日ちょっと遅くなっちゃってね、えー、またどう相場天気予報が遅れそうなんですけど、頑張ります。ラジオ入りでした。